東京2020パラリンピック開催記念、パラアスリートから未来を担う子どもたちへ。群馬県知事の山本一太です。本県では東京2020パラリンピック聖火フェスティバルの一環として、県立フライアスポーツプラザにおいて群馬県聖火フェスティバル集火出立式を開催する予定でした。しかしながら新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、やむを得ず式典を中止することとなってしまいました。開催に向けて準備を進めていただいておりました関係者の皆様には、これまでのご尽力に対し厚く御礼を申し上げます。式典は中止となりましたが、県内10校の特別支援学校の児童生徒の皆さんが各校において火を起こしてくださいました。この群馬県の思いがこもった火は、東京でパラリンピック発祥の地であるイギリスや他の都道府県で起こされた火と一つになり、パラリンピック大会の成果として大会を盛り上げることになります。新型コロナウイルス感染症は私たちの生活様式やパラリンピック大会の開催に大きな影響を与えました。それでも8月24日から開催される大会がポストコロナの新しい時代にふさわしいものとなるとともに、大会コンセプトの多様性と調和が再認識され、共生社会の実現に向けて大きく進む機会となることを願っています。本県からは陸上の唐沢健也選手、柔道の永井隆正選手、水泳の由井真織選手、ブラインドサッカーの園部柚月選手が出場されます。この4名の方々、4名の選手の活躍は県民に勇気と感動をもたらしてくれるものと信じています。4名の選手からアスリートを目指す子どもたちに向けたメッセージをお預かりしておりますので、この後皆さんにご覧をいただきます。最後に、本県出身選手皆様のご活躍と東京2020パラリンピック競技大会の成功を記念いたしまして、知事のメッセージとさせていただきます。陸上男子5000メートル唐沢健也選手、はい、では自己紹介をお願いいたします。はい、陸上日本代表の唐沢健也です。私は普段県立の展示図書館でフルタイムで勤務しています。朝と夜、そして週末に陸上を頑張っています。パラリンピックへの抱負をお願いします。東京パラリンピックでは陸上競技5000メートルと1500メートルの2種目に出場します。暑い中のレースが想定されますが、暑さには自信があります。自分らしい粘り強いレースをしてメダル獲得できるよう頑張りたいと思います。未来のアスリートを目指す子どもたちに向けたメッセージをお願いいたします。はい、私は小さい頃からスポーツが好きで、いろんなスポーツをやってきました。その中で特に陸上競技が好きで、ここまで頑張ることができました。そして東京パラリンピックという夢が叶いました。皆さんも可能性を広げるという意味で、たくさんいろんなことを経験し、そして向上心を持って頑張れば夢は叶うのかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。柔道73キロ級永井隆正選手、代表に選ばれた時のですね、気持ちとか教えてもらえたらと思います。そうですね、嬉しいっていう気持ちとほっとしたっていう気持ちはもちろんありましたけど、やっぱり金メダル取るっていうのが目標なので、やっとその、まずは舞台に立てるようになったっていうことで、さらにモチベーションが上がったかなと思ってます。はい、永井選手にとってパラリンピックっていうのは、どういうものなんですかね。いや、もちろんその世界大会っていうのもありますし、その世界チャンピオンっていう意味では同じかもしれないんですけど、4年に1回なので、そこで優勝するっていうのは、もうずっと小さい頃からの夢だったので、ある意味その、ゴールっていうわけではないですけど、一つの、ゴールというか、かなと思ってます。はい、柔道の魅力って何ですかね。そうですね、柔道というか視覚障害者柔道の魅力になってしまうかもしれないですけど、組んでから始まるので、
まあ、もちろん駆け引きもありますし逃げるということもあるかもしれないですけど、最後の最後までこう1本取るチャンスがあるというところでは、あの残り5秒でも1本勝ち、あの逆転できますし、そういう点ではあのすごいいいかなというか魅力かなと思ってます。東京パラリンピックに向けての思いをぜひお願いします。そうですね、夢に見てきた、舞台なので、あそこで金メダルを取れるように、あのしっかりと、そこでいいパフォーマンスを発揮できるようにしっかりとした準備を、毎日、まあ、淡々とやっていければいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。未来のアスリートを目指す子どもたちに一言お願いします。何かを達成するためにはですね、うまくいかないこととか、全然前に進めないということがあると思いますけれども、すぐ諦めるのではなくて、挑戦し続けるということが大切だと思っています。まずは自分が来年東京のパラリンピックで金メダルを取る、そういう目標に向かって、頑張っていきますので、ぜひ皆さんも何か頑張れることがあればそれに向かって頑張っていただけたらなと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。水泳混合 200m リレー由井真央里選手、では自己紹介をお願いいたします。はい、上武大学所属の由井真央里です。パラリンピックへの抱負をお願いします。初出場なので緊張しすぎずに自分らしい泳ぎができるように頑張ります。未来のアスリートを目指す子どもたちに向けたメッセージをお願いします。夢を大きく持って努力していけば叶うと思うので頑張ってください。ブラインドサッカー園部ゆずき選手はコメントをいただいておりますので代読します。ブラインドサッカー日本代表に選ばれました園部ゆずきです。自国開催のパラリンピックに出場させていただけるのは本当にありがたいことであり嬉しいことだと思っています。当日は皆様の応援期待に応えられるよう全力で戦い抜きたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。以上4名の群馬県出身選手がパラリンピックへ出場します。パラリンピックの成果について、パラリンピックの成果はオリンピックの成果とは成り立ちが異なります。オリンピックはギリシャオリンピアの太陽光で採火された炎をギリシャ国内と開催国内でリレーによって開会式までつなげるものですが、パラリンピックの成果はパラリンピック発祥の地であるイギリスのストーク・マンデビルと開催国内各地の複数箇所で採火される炎から生み出されます。炎は人々がパラリンピックを応援する熱意の表れとされます。東京2020パラリンピック大会ではイギリスのストーク・マンデビルと47都道府県で採火された日が8月20日に東京都で実施される集火式において集火され成果となります。群馬県では県内の特別支援学校10校において採火された日を一つに集め東京都に送ります。この日が聖火の一部となり大会が終了するまで灯し続けられます。群馬県出身選手を応援しましょう。